YouTuber はクソだって言ってるタクちゃん。自分も YouTuber のくせしてね。こいつなんだよサラピョン。俺神じゃん。神のカード3枚、1枚、オシリスの天空竜2枚。そうか、これストックからって書いてある。あ、俺はクソですね、これは。いやちょっとツインズ慣れたところでガチプレイね。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーチョキっぽい。俺ターンプレイだから1枚変えよう。俺は1枚変えよう。買うかどうか。1枚買います。俺は買わないっす。僕も買えないで。ワンドロー、これストックに置いて。ワンドローでしょ。ワンドロー買う。じゃあ僕も1枚買う。1枚買う。お、いいんじゃない。では1ラウンド目、ビリーが2点支払うです。さあ行こう。勝ったな。俺ビリーにならなきゃいいんだろ。ビリにならなきゃいいんだよな。はい、待ってね。ビリになる気はない。このハンド2枚に交換。これいけるんじゃね。これいけるんじゃね。この2枚。はい、せーの。じゃあせん。はい、ツインズ。はい、お疲れ様です。じゃあビリな人が2点を支払って。はい、でこれを覚えておくのがいいよ。同じ数字が6色とそのかける2か。シングルスを最初に出した方が。これをカウンティングする人、カウンティングするのも結構スキルだね。ちょっと待って。じゃあ次は1番が3点を取れるです。1番欲しいな。1番になりたいな俺。よし、1番になりたいな。はい、1番になりたーい。いいですか。いっせーのーせ。これカスだった。カラーだった。お、ここはツインズですね。そう、3点取れます。ありがとう。はい、次負け最1番ビリッケツが1点支払ってゲームから脱落する。ここは怖いところです。いや、ないでしょ。待って、ちょっと待って。1点払って1枚。あ、それできないできない。最初ゲームの最初だけ。じゃあ1点もだな。うん、じゃあこれだ。え、これラウンドの最初にできるかな。なんかできる風だけどね。え、できるんだったら超えるね。いや、できないです。せーの、せーで。ビリは誰だ。お、これがツインズペアーズ。これはカラーだからビリーだね。じゃあ1点支払って脱落です。負け角。じゃあもう一騎打ちだね。負け角。はい。運が悪すぎる。せーの。お、あ、でもこれ俺はペアーズだからこれはもらえる。よし。はい、たくちゃんさんのクソタクの勝ちです。はい。クソタレ。で現状の得点は。じゃあもう一回ね。14だね。14点。でこれを本当はね、3人でやるときは3回繰り返すんだよ。もう一回。じゃあ 2回目やる。3回やるか、はい、これガチ勝負ね。でこのお金のまま始まるで。え、脱落してももう戻るでしょ。うん、その最後の4ラウンドが出れないって話だよ。 OK、 この最初の8枚が超重要だね。蒲田商店街3ロード。たくちゃん来てね。来なきゃ殺されるよ。こっちって3ロードだっけ。オベリスクに。うん、わかんないんだよ。はい。オベリスクに殺されるよ。ハンド強化しますか。します。待って、ちょっと待って。します。俺しなきゃ無理なんだけど、これ。やべえね。俺もこれ無理ゲーだな。支払うわ。え、4支払ったらどうなの？3支払うことしかできない。3支払うと2個。ただこれここに支払うと4ラウンド目がストックのボーナスが増えるね。あ、いいんじゃない。3支払って2枚。あ、でも2枚買ってよかったわ。1ラウンド目、ビリが2点支払うゲームです。最初はグーじゃんけんぽい。パーは最強。わら最初はグーじゃんけんぽい。あ、てか俺が最初じゃないからもうここからだ。ここからごめん。あ、そうなの。さあどうする、どうしようかな。と考えるよ。ビリになんなきゃいけない最初の1ラウンド目はね。はい。あ、でもこれいや。はい。せーのせーで。ペアーズの4。よっしゃ、たくちゃん。あ、俺だ。じゃあ2点を出すと。はい、OK。よし。じゃあ次1位が3点取られる。1位が3点取れます。これはでかいね。これはでかいね。でもこれこの半分。これや。うんでもな。きついなこれ。かわいいわ。いいやいいや。俺もうこれは今結構持ってるしね。これでいいや。今ツインズ出しちゃってさ、最後どうなるかわかんないし。そうなんだよな。ハンド強ければそんな悩むのね。はい、ペアーズの8。俺が1位だね。じゃあ俺が3点もらいます。よし。じゃあ次、ビリが落ちちゃうやつです。次は。これだな。まあこれどうしたらいいかわかんないなこれ。タクシー待ってくださいよ。はい。俺カラーズ。これ。あ、ここが1位で、俺ビリーは俺だね。カラーズだから。じゃあ俺脱落しました。1点支払って脱落。じゃあ2人一騎打ちです。いや負けるでしょ。これ。これ。せーのせーで出してます。せーの。これ勝ったらこれ取れるよ全部。カラーズ。カラーズ、はい、こっちはツインズだ。おお強い。おお逆転。ハゲじゃんお前。ハゲてねえし。逆転。ハゲてねえし。じゃあ最初ラウンドね。もう一回や。もう一周。よっしゃ全部見ちゃ。あシャッフルしたよ。いや俺がするから大丈夫。次。大丈夫二人で。あインチキしようとしてんだよ。てか最初の初期ハンドの強さ結構影響あるよね。なんだ。おいこれ手羽さ。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ちょうど8枚でした。はい、いい。絶対仕組んでるな、あの人。絶対仕組んでる。絶対仕組んでよ、こいつ。はい、ハンドの増強しますか。しません。絶対仕組んだだろう。あ、待って、俺も結構、あ、するわ、普通にするわ。しないね。じゃあ次俺ね、ちょっと待って。3払って2枚。2枚やる。最初ぐらいさ、2ぐらい払っていいし。なんか大量に取られる可能性もある。最初はグーじゃん。ちょっと待って、俺1だけ買うわ。はい。最初はグーじゃん。あ違うよ、君からの。これはビリが2点支払うっていう。僕最初2点支払ってどうせ俺負けるし。いいの、そういうヒントを与えるとよくない。いいよ、僕負けるよマジ。いいじゃん、もうオープンして。いや、そういうゲームじゃないから。でもね、今ね、手札がね、紙状態なんだ。俺絶対勝ったの、これまで。せーのせーの。はい、カラーズの4号。あ、ここツインズが勝ち。あ、4号同じだ。シングル。あ、でもこれってカラーズってどっちなんだ。あ、僕シングル。これだよこれ。僕シングル。俺ツインズ。僕シングルだから僕2点支払う。そうだね。シングルだね。よし、じゃあここから僕の勝ちだね。次は上から1人が3点を受け取ります。難しいとこだな。ちょっと待ってね、俺。うわ、強ハンドっぽいね。絶対こいつ仕組んでる。仕組んでるよね。仕組んでないよ。はい、わかんないよ。ちょっと待って。ないよ。勝手になっただけでもしょうがないじゃん。はい。僕のシャクソがだ。はい、俺もう完全なカス。ツインズの9。うわ、3点どうぞ。いいの、そんな強ハンド使って。はい、次ビリーが脱落する。1点支払って脱落する。脱落するわけない。最強状態だから僕今。スーパーサイヤ人3だから今。迷うな。バンバンバンブバンバン。はあ、お前死ねお前殺すよマジ。まあこうだな。はいはい、シングです。あ、俺だね。俺が脱落だね一点支払って。最強すぎるな。ここで10のツインズ。はあ、はい、最終何も考えてないけどおおおお、はい、わ、強すぎ。はい、勝ったー。ちょっとハンド強すぎ。いや、仕組んだんだからそれそうでしょ。仕組んでねえし。俺、はい、最終得点言ってください。9点。6、11、10、15。納得いかないね、なんか納得いかないね。もう一回やる？もう一回やろう、もう一回やっちゃう。もうやんないけど。やっちゃう。いやなんかこれすげえ初手芸な気がしてきたぞ。今取ってんの。ポーカーだったら勝てるわ。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたが爪を出た結果でしょ。